ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が AMG GTS Edition 1、 こちらの車両をご紹介させていただきます。ついに降りてきましたね。現実的な価格に、はい、そうですか。こちらが2015年式、そうですね、はい、2万1000キロの車両なんですけど、はい、新車価格が2000万円、はい、ちょうどでしたっけ。そうですね、それぐらいですね、はい、ちょっと2000万円で言うともうちょっとサラリーマン絶対買えないなって感じですけど、なんかこうようやくあれ頑張ればいけんじゃないかっていう、いけるかなっていうラインには来ましたね、はい、でも、まあ、僕たち現場からするとなんかもう止まったなって感じで、下げ止まり感が、なるほど、うん、ちょうど安定期に入ったのかなって感じがします、ね、じゃあもう今こそ買い時じゃないですか、まあ、タイミングはいい時期だと思います、はい、もうあとゆっくりですよね、うん、じゃないかなと。未来のことは分かんないですけど、そうですね、はい、まあ、まあなんとなくそのバーってこう来たところをちょうどいい具合に今なだらかな。こういうスポーツカーとかこういう車ってやっぱ1000万切ってくるとちょっとやっぱりいくんだと思いますね。あ、なるほど、はい、やっぱりそこがこう需要と供給のバランスが、供給のバランスと取れるところで、はい、大体5年6年ぐらいで半額になるという、はい、さすがにあと5年でもう半額の0円とかにはならないですからね。ならないですからね。だからもう本当に乗り時な気がします、はい、そして今回ご紹介してさせていただくのが、はい、75台限定のエディション1ということで、はい、エディション1ですね、はい、うまいですよね最近。さっきもちょっと話しましたけど、まあ、最近というかまあそうですね、数年前からエディション1企画ですかね、ローンチエディションとか、そうですね、ファーストエディションとかいろいろやってるじゃないですか、はい、やっぱり外装とか内装とかいろいろ豪華になって、うん、そうですね、でファーストロットでね出て、まあ、それが街中をかっこいい車が走って、まあ、要は宣伝カーみたいな感じですよね、うん、じゃみんなおーって、おーってなりますしね、はいはい、なおさらちょっと そうですね、お買い得というか、はい、買うべき時代じゃないかなっていう、はい、ちょっと特別なところいろいろあると思いますので詳しく見ていきたいと思います。で、はい、まず外装からいくとエディション1的なところがその追加されているパーツ、これですかね、はい、リップだったりとか、はい、これじゃないとだいぶ寂しいですね。寂しくなりますね。これがついてるだけでかなりこう、はい、だから一応まあ今 GT 出たっていう形になりますけど、そのこのグリルなんかもねやっぱり変わってきてたりしますし、今の現行はこうフィンが縦フィンになったりしますので、はい、パナメリカーナ、はい、パナメリカーナになってますね、はい、パナメリカーナも増えちゃいましたからね、なんか。そうですね、はい、ちなみにこれを後期に変えたいって言ったら全部フル特化です。あ、そうなんですか。簡単には交換できないんで。バンパーごとってことですか。もうそうです、はいはい、バンパーとかこういうここら辺の、でもこの辺の車って別に前期後期とかそうです、だからそういうのは全然気にしなくていいと思います。なくないですか。はい、ないと思いますね。だからデザインでやっぱりやっていただく S クラスとかだとなんかやっぱり新しいイコール偉いみたいな、はい、ちょっとイメージあるんですけど、はい、なんかこの辺の車ってちょっと趣味性が強い。そうですね。でなんかもうちょっと年式あんまり関係ないというか、関係なく、そうです、はい、そういったところじゃなくやっぱりデザインとか、うん、まあ、装備とか、まあ、価格帯だったりというところで選んでもらえればいいんじゃないかなと思いますね。なるほど。今回ノーマルですけど、ね、以前一回バルドね、はい、フルエアロのやつを紹介させてもらいました。今回は普通のノーマルになりますので、エディション1でももともと外装もかっこいいですからね、はいはい、じゃあ早速横行っちゃいましょうか、はい、で横のシルエットがもうめちゃくちゃかっこいいなと思って、はい、そうですね。でもこのシルエットなんですけど、はい、数字的なもので見ると、うん、なんかその911とそんなにこう大きく違わないんですよね、うん、ちょっと全長が長いぐらいで、はい、でも何ですかね、幅が広い、はい、幅は全部広いんですよ ね、 広いですね、十何センチ、はい、だからやっぱり大きく見えますよね、うん、なんかすごく大きくすごく長く見えますね、うん、特にこのフロントノーズの長さが尋常じゃないという、はいはい、でなんか僕レビューのやつ見たんですけど、なんかアメリカンマッスルカーじゃなくて、はい、ヨーロピアンマッスルカーだっていう、はい、もうそれがなんかすごくこう、しっかりはまったというか、はい、確かにそうだなと思って、うん、他にでもあんまりないですよね、このシルエット。ないですね、はい、やっぱりこれ出た時ってやっぱり SLS とかね、そういったイメージがちょっとあった部分もあるんですけど、すごいやっぱりなんか衝撃的なデビューだったと思いますけどね。今見てもやっぱりちょっと違いますよね、風格が、うん、一応 SLS の後継になるんですね。なりますね、はい。なのでちょっとエンジンがこうダウンサイズされたりとか、ドアが上に開かなくなったりとかで、うん、そうですね、はい、価格も随分、はい、SLS からすると、はい、1000万円ぐらい安いんでしょうか。安いです、はい、だからその辺でも結構もうガンガン乗って、うん、はい、そうですね、はい、乗れる車じゃないかなと。であと足元なんかもエディション1の、はい、これもホイールも専用ですよね。そうですね、はい、フロント19インチのリアが20インチっていうあの設定になりますね。こう今でなっては今となったらちょっと定番ですけど、この天面ダイヤモンドカットの、はい、エディション1って言ったらこんな雰囲気のホイールじゃないですか。そうですね、はい、これは早速入ってると、
そしてブレーキも、まあ、普通のスチールですけど、うん、2ピースのかなり大きなものが入ってて、でこれ足元すごいんですね。なんか改めて見たら、うん、フロントのショックえらい短いのがついてて、しかもめちゃめちゃ傾斜してて、傾斜してますね、はい、だからここから覗いて、ねはいはい、あれマネーとかって思ったんですけど、はい、もう全然もっと下にこういう風についてるっていう、本気の車なんですよね、うん、でなんかボディもなんかマグネシウムとかアルミとか対応してて、はい、なんかこのスタイリングにしてはかなり軽量化だっていう、はい、そうですねいうことでありますけど、まあ、本当に乗ってみると本当にいい意味でもそうじゃない意味でもスポーツカーですね。なるほど、はい、ちょっと今日も乗っていいんですよね。乗ってみてください、はい、乗ってみたいと思います。であとはまあ定番のこのフィンですよね、はい、もうだいたいここが長すぎて、はい、そうですねいいですよね。ちょっと、はい、所有したいです、はい、頑張ればもしかしたらいけるかもしれないなと思って。いけるんじゃないですか。あれツッチー車買うシリーズ始まるんでしょ。ステップアップローン次第ではでもこれ結構いい金額でいけそうじゃないですか。まあ、最終支払い、そうね、強気でいっても、うん、はい、いけそうな気しますよね、うん、じゃあ買っちゃいますかで結構至る所黒くなってて、はい、あとはここですよね、はい、カーボンルーフですよ、まあ、エディション1の特徴の一つでもあるカーボンルーフですね。本物ですよ、はい、いいですね。なんかちゃんとこの後ろから全部つながって、はいはいはい、屋根がより低く見えますよね、うん、だ白と黒のコントラストはやっぱりまあいいですよね、まあ、今定番になってるモデルいっぱいありますけど、はい、ミラーなんかはしっかり黒くて、はい、そしてもうシートここじゃないですか、はい、ホイールここじゃないですか、うん、もう後ろのなんか車軸の上座ってますみたいな、はい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 、そのぐらいなんかこう、うん、もうあれですね、馬車みたいな感じですよね、はい、本当にふざけたシルエットなんですねこんな感じになってて、で特になんか後ろはなんかこうなんていうかワイドアンドローのイメージが、うん、このフェンダーのラインとかいいですよね。でも後ろから見るとそんなに極端に後ろが出てるとかっていうのはないですね、うん、ないですね。だからルーフっていうかこのウィンドウが結構ここ絞り込まれてて、うん、ここがすごく広く見えるっていう。大会にね車高落としてる方とかいらっしゃいますけど、結構落とすとフロント下がっちゃうので、もうこのままでもあ、なるほどなるほど、かっこいいのは落とした方がかっこいいかもしれないですけどね、もうちょっと、はい、まあ、これちょっといじってもいいですよね、うん、いじってもいいと思います、はいはい、こんな感じになってると。そして後ろに行くとやっぱりこの横長のテールランプと、うん、あと特にこのエディション1のウィングが、はい、なんかこうさらに低さとスポーティーさを強調している気がします。そうですね、はい、こんな感じ。テールランプ改めて見るとめちゃめちゃ長いですね、横に、はい、こんなに長かったでしたっけ。長かったです、はい、で結構よく見るとなんか最近のメルセデスにもこうつながるこのつぶつぶのデザイン、うんうん、だからデビューした当時やっぱりあウィンカー変わったっていう感じになりましたよ、はいはいはい。なんかつぶつぶ結構今、うん、223なんかも確かつぶつぶがこう並んでるんですよ ね。だから多分その外装のライト関係とかもなんていうんですかね、こう先駆けまではいかないと思いますけど、ここからスタートみたいなところもあるんじゃないですかね。そしてこのウィングですよ、はい、これは出てこないんですよね。出てこないです、ですよね、はい、固定になっちゃうと、はい、ただこの社外品かっていうぐらいこのどでかいウィングが、ね、はい、真っ黒黒のウィングがついてる。このエディション1が出た後に130周年記念っていうのが出たと思うんですけど、まあ、これをこうモチーフにしたっていう言い方変ですけど、これとちょっとブラッシュアップした感じ、そうですね、はい、なってますからねっていう感じですね。であとは後ろなんかもエディション1専用のパーツがついてて、うん、マフラーの出口が黒くなってたりとか、うん、レーシーですね、うん、いいっすね。なんか純正のそのブラッシュアップされた感じのやつとか、そうですね、はい、スポーティーさが強調されてるのとかって、はい、でも本当にあの皆さんやっぱりこのこれを見に来られる方、GT 検討される方って乗られたことない方ってみんなそうなんですけど、全然イメージと真逆のイメージをしてますね。本当にラグジュアリーの車じゃないかって。あ、僕も最初そう思ってたんですよ、うん、はいはい、もう全然違いますね。ゴリゴリのスポーツカーだ。ゴリゴリのスポーツカー、なんでなんですかね。 SL があるからですかね。多分そうだと思いますよ、はい、なんかちょっと優雅にこう、はい、まあ、せめて GT カーぐらいのイメージだったんですよ、はい、多分そうだと思うんですけど、乗るとびっくり、もうバリバリのスポーツカー、バリバリのスポーツカーです、はい、で本当にライバルが911とかっていうふうに、911よりもスポーツじゃないですか。いや、もう荷物も積めないし、そうそうそう、はい、リグライディングもしないし、うん、でよりスポーツだっていうみたいですね、うん、はい、外装こんな感じでしょうか。そうですね、外装も見るからにこれを主張している外装だと思います、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランク今開いちゃってますけど、はい、これ外からは開けられないんですよね。鍵と運転席のところですね。なるほど、はい、でそして当然手動になってくる、はい、スポーツカーなんていいんです、パーテールゲートなんかつけないんです、うん、つけませんね。
そしてゴルフバッグ毎回入れてるんですけど、はい、これ斜めに行ったらいけんじゃないですか。ちょっと一回ちょっとどクラブもあるんですけど、はい、一応なんかぶつけちゃったらいけないんでカバンからいきます。これ前回やったの僕覚えてないです。あ、これ斜めにしたらいけるんじゃないですか。横無理ですね。横はいや、こうどうですか。工夫次第でそのネット下げて いけると思いますよ。一回これでさっきそのクラブバッグの種類によるかもしれないです。あ、ダメかダメかダメだな小声で言うのやめてもらっていいですかちょっと厳しいですね。はい、もうちょっとあのバッグもちっちゃいバッグだったらいけんじゃないですか。そうですね、はい、あでも斜めだったら斜め積みでこれ、ね、ゴルフやってない人じゃないとあれだよね。慣れてる人じゃないと。そうですね、そうですね、前から入れた方がいいかもしれないです。おっと入れて、ああそうですね、そうですね、はい、こんな感じかな。いけそうっすね。いけますよね。一つ打ちっぱなしだったらクラブだけだったらまあ余裕で、はい、っていう感じです。トランクは正直本当に広くない。まあそうですね。そして床も高い、はい、高いですよね。全部高いですよね、うん、でもここにまあスピーカー入ってここに小物、まあ、まあうまく使ってもらえれば。なるほど、うん、まあ、そんなに全く全然使えない車ではないですけど、はい、なんか余計な重たいものとか、はい、なんか余計なギミックとか、はいはい、全くないという、はい、男の車です。男の車です。荷物積んでほしければワゴンとか。あ、そうですね、もう一台購入していただ、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。でエディション1が左ハンドルしかないんですよね。左ハンドルですね。普通の AMG GTS は左右あるんですけど、はいはいすね、はい、エディション1になると左しかないと、はい、で内装はちなみに結構 GT もグレードいっぱいあるんですよ。いっぱいってわけじゃないか。 GT、GTS、 いやね、アキーとかそれカウントしてる。ロードスターとかもね、ありますからね。 GTC とか GTR とかって、はいはい、あります。何ですか、急にぶっ込まれた車いやそして内装はもうちょっと先に触れましたけど赤黒で、黒赤か、はい、でまとまった感じで渋いですね。渋いですね。真っ黒黒で赤ステッチ、赤のアクセントが入ってる感じですかね。でドアから行くとドアなんかもなんかちょっとそのレザー対応してめちゃめちゃ豪華な感じというよりかは、うん、なんか本当にこうシックにまとまった感じ、うん、赤ステッチと。でもこのアームレストのとこだけレザーですよね。あと上下はまあビニールというかこんな感じになっております。そして内装ダッシュボードはこれダッシュも全部レザーですかこれ。分かりません、分かんない、合皮ですかね。でもちゃんと全部ステッチ入ってるんですね、うん、ねメーターフードとか、うん、全部ステッチ入ってる、うん、でメーターフードはちゃんと反射しないようにクロスステッチになってるんですね、うん、だその辺ちょっと本気さが伺えますよね、うん。あそこのねメーターのね上のところはね、はい、ここだけちゃんとクロステッチなんですよ、はいはい、確かにここ赤ステッチ持ってきちゃったら多分反射しちゃうと思うんですよね、うん。そしてステアリングなんかはダイナミカ、はい、これ2万キロの割にはだいぶケバケバじゃないですか。いやそうかなって感じします。本当ですか、うん、いやだいぶ僕鑑定ではケバケバに入ります。本当ですか、はいはい、で状態はいいと思います、はい。そしてシートはこの AMG のパフォーマンスのシートでしょ、はい、これ以前も調べましたけどレカロということで、はい、ですね。これがまあエディション1の特徴の一つですね。ちょっと座った感じもちょっと特徴的ですよね、はい、そうですね、はい、なんかちょっと背中がグッと押される感じ、はいはい、猫背にあんまり推奨しない、はい、だからこの足回りでこのスポーツのシャーシーでこのシートなんでよりスポーツ感がよりなのでなこれはまあちょっと試していただいた方がいいですね。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ。ここがまずなんかちょっとやる気にさせますよね。やっぱりこの分厚さと高さと分厚さですね、はいはい、ここをなんかこうロールケージじゃないですけどす、ね、ちょっとまたぐ感が、はいはいはい、これだって結構ありますよ。20センチ以上ありますよ、はい、やっぱりお尻から入るタイプですね、はい、え違うんですか。いや全然そうだと思いますよ、はい、何ですか何ですか今日と合わない、はい、今日合わない、ね、合わないです、合わないですそしてこのスカーフプレートはヘアラインの AMG のこんな感じになっております。でステアリングはこんな感じでレザーのセンターマーキングが入ってて、はい、もうめちゃめちゃレーシーです、はい、で結構丸を基調にしたデザインですかね、はい、もうエアコンの吹き出しなんかも全部この4連の、うん、そしてこの辺がなんか V8 モチーフらしいですね、うん、けどなんかボタンがだんだん大きくなる感じの、うん、はい、全体的にはこんな感じのインテリアでございます。で思った以上に
あの前回も乗ってますけど、うん、あの窮屈さないですよ、うん、この幅があるから。でも前回も結構前だからあんまりあれじゃないの、そんなに覚えてないです、新鮮さがいや覚えてないです、そんなに。そうですか、はい、だから全然こう窮屈さはないです、うん、実は僕ついさっき F タイプ、うん、ジャガーの F タイプ改装させていただいたんですよ、はい、ちょっと乗っててって、はいはい、であっちの方がよっぽどなんかこう、もっとこうギュッて詰まってる感じ、で MG GT 割とこう横も広いし、うん、はいはい、結構室内空間に関してはそうですね、視界はだいぶこんな感じになっております、うん、そしてメーターはちょっとカーボン調のこのパネルの、うん、はい、で360キロまで行ったと、うん、でマックスが300キロでしたっけ、305キロでしたっけ、そうですね、はい、0-100なんと 3.8 秒ということで、うん、モンスターカーでございます。そしてレッドゾーンは7000回転からでオンにしてみましょうか。はい、こんな感じで一回こう触れるタイプですね、うん、そしてあれ、これ一番最初に出てくるのって、うん、スリープから解除された時だけですか。そうです、はい、AMG GT さっき出てきたんですけど、はい、リップがついてなかったです、うん、はい、ちょっとやり直してもらっていいですか。何をいや、エディション1で車はリップついてるんで75台しかないためにそれはできません。本当ですか、申し訳ございません、はいはい、ちょっとそこあれって思っちゃったです、はい、僕は。でも全然メーターは知ってるとこう1個世代前のメルセデスのメーターだなって感じするんですけど、うん、全然この古さは感じないですよね、うん、もうなんか完成されてますよね、うん、メーター関係もやっぱ好みありますよね。デザインの平べったくて立体的にあまり見えないメーターがちょっと苦手な方もいらっしゃいますし、そっちの方が新しいかもしれませんし、こういう立体型のね、これめちゃめちゃ立体的ですよね、露骨な、はい、本当にザ・メーターっていう感じ、相当出てますよ奥行き、はい、こんな感じになっております。いうのがやっぱりメーターじゃねっていう人もいますからね、はいはい、そしてこっちナビに関してはこの辺もまあ車は特殊ですけど、うん、ここら辺はもう、はい、もう定番のコマンドシステムなんで、うん、使い勝手は困らないでしょう、うん、Bluetooth からメディアから全部ついております。テレビはない感じですね。テレビはね、これ純正でもオプションなんですよ。あ、そうなんですか。オプションというか純正なんですけど、オプションでつけてるような形。あ、なるほど、はい、こちらの個体はついてついてます、ついてます。あ、ついてます。言葉悪かったな、もう AUX で純正が入る感じです。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、純正でも後付けなんです。後付けなんです。なるほど、そうです。そうするとメディアかなんかで選ぶんですか。外部入力か、外部入力かなんか。外部入力です。ディスク、あ、メディアインターフェース、この辺ですか。いや、外部入力、 AUX、 外部入力、あ、これか、はい、テレビです。ああ、はい、なるほど、はい、こういう感じで、こんな感じでテレビも映ります、はい、そしてエアコン関係、うん、はい、当然のデュアルゾーンでございます。そして CD がここに入るんですね。そうです。入れらんなくないですか。急いでは入れらんですね。運転しながらかけようかなっていうのはね、ちょっとね、こう入るってことですか。そうです。こうじゃないですよね、結構、はい、結構こういう感じで入れないといけないんでこう入れないとですよね。これは結構難易度が高そうな、はい、一応6枚入るので。あ、なるほど、はい、じゃあちょっとその入れ方さえマスターすれば、はい、まあ、いけるかなって。でドリンクホルダーがこんな感じでついてて、一応シガーがここついてますね、1個。ちょっとでも携帯の充電はちょっと不向きかなと思っちゃいました、ここだと、うん、でもこっちもついてるんですよね。そうです、はい、そっちにやってもらうと。なるほど。でモード切り替えだったりだとか、はい、この辺足回りの設定だったりとか、一通りちょっとおしゃれに並んでおります、うん、そしてこの可愛いシフト、うん、可愛くないですか、シフトはね、はい、でも結構重たくてこう操作感がしっかりあるという、うんうん、なんかちょっと昔のフェラーリのね、あのちっちゃいですね。あ、なるほどなるほどなるほど。ちょっと思い出すような感じ、こんな感じのシフトになってます、はい、そして USB が2系統と SD カードですかね、はい、はい、であとここあれですよね、電池なくなっちゃった時に挿す、そうです、鍵を、はい、鍵穴のやつ、はい、できると、はい、電池がなくなったっていうか、バッテリー電池がなくなった、バッテリーが、そう、あとはこのね、あれは壊れた時とか、はい、これが効かなくなっちゃった時に鍵を挿せるようになってると、はいはい、でここにもシガーソケットがついてると、はい、携帯の充電はこっちじゃなくてこっちですね、うん、やる感じですか、はい、はい、そっちでこんな感じになっております。で携帯の充電って別にだってここに挿せば充電するでしょ、はい、こっちはないよね、
でもなんかこの辺でこうパッて見たいじゃないですか。ああ、うん、これに刺してってこと。でこれに刺すとなんか配線がこう、うんうん、ちょっと汚らしくなっちゃうじゃないですか。これに入れてだって、うん、あの閉めちゃうんですか。連動するじゃないですか。はい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 、はい、だからここでやっちゃうと連動しないから音楽とかも。じゃあ素直にこっちを使えと。そこで使った方がいいですよ。こんな感じになっております。であとここの上にシートヒーターの、うん、はい、操作とハザードと、はい、ついてると。こんな感じです。そしてシートはあれ、ちょっと待ってください。これあ、この結構このくないでしたっけ、うん、結構細かく、ね、結構大変、はい、大変っていうかの 指がね結構奥まで入んないとダメなんです。で感覚でこう覚えないと。そうそうです、はい、僕のこのドラえもんみたいな手だとちょっときついかもしれないです。ただ上げ下げの他にちゃんとこの横の締め上げ、はいはい、結構細かくできるんで、今もう背中がガチガチにできるんで、うん、はい、この辺はもうあれですよね、安定の感じですよね。どこのモデルについてるんで。確かに。でやっぱりここが割と出っ張ってるんで、うん、ちょっとこれは僕みたいな猫座だとちょっとこう押されてる感が少しあるかもしれない、うん、そしてルーフ関係は黒のこのファブリック、うん、はい、でバイザーがこれはあれこんなんでしたっけ MGT のバイザーって。バイザーフェチには許せない。いやいやいや、こう来たかって、はい、こう来たか、はい、まあ、クラシックなの分かるじゃないですか、うん、ここのメッシュこんなんでしたっけ、うん、そうだね。なんかここは何なんだろうね。なんすかね、何に使うのかな。小学生がかぶってる野球の帽子のあの裏側のメッシュみたいな、そういうことですか。これ何なんだろうね。この感じで抜けてんすよね、ちゃんと、ね、あ、でも視界が悪くなるから多少でもこう、そういうことですかね、分かんないですけど、こんな感じになっております。そしてルーフもしっかりこのファブリックなんですね、うん、はい、もう本当に布っていう、うん、で後ろの視界は正直そんな悪くないです、うん、はい、当然横に平べったいんですけど、うん、ルームミラーなんかだと結構しっかり見える感じ。思ってたよりかもここの視界はいいです、うん、それよりもこのどでかいターバーの方が気になります、うん、不調が激しいです、うん、こんな感じになっております。あとグローボックスも、ね、はい、は定番の ETC と、はいはい、高さはないですけど奥行きが割とある感じですかね。そうですね、はい、あと地デジのリモコンがついてきます、はい、でスピーカーがこれ足元なんですね。足元です、はい、はい、こんな感じで、はい、こっちだから気をつけないと。ここもありますよ、スピーカーね、はい、一応これも一応このエディション1で標準になってるブルメスターですね。ブルメスターになります、はい、これツイーターですかね、スコーカーですかね、どっちだろう。じゃあこっちスコーカーか、はい、ちょっとサイズが分かりません、はい、こっちにスピーカーともう一個こっちに。これでも気をつけないとここ蹴っ飛ばしちゃいますね。ここね、はい、うん、網これ大丈夫なやつですか。いや、あ、でもプラスチックの網なんですね、うんうん、そうそうそう。でもアルミの網だと結構そのへこんじゃったりするじゃないですか。へこんでるやつ昔査定とかするとありましたよね、昔の車とかで。これまだプラスチックだから、はい、割れちゃうことはあっても、うんうん、へっこむことはないんで、まあ、でもちょっと気をつけた方がいいですね、うん、でフットレストはちょっとこのむき出しですけど、ペダルはちゃんと定番のアルミのやつになってるんで、そんなに足元窮屈じゃないです、うん、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンがこれパッと見なんか、はい、すごい大きな、ね、エンジンっぽいですけど、ものすごいでかいのってそうですけど、はいはい、こっから先はカバーなんですよね。そうですね、はい、エアコンとカバーっていう、はい、で実際はこっからこっちっていう、はい、エンジンルームめちゃめちゃかっこいいですね、はい、見せる、まさに見せるエンジンですね、はい、これ最高ですね、はい、なんかちょっと他 あの V8AMG のやつより、うん、タービンなんかちょっと、うん、見える具合が、うんうん、はい、強調されてて、はい、やっぱエンジンルームかっこいい車っていいですよね。いいですね。やっぱりスポーツカーってエンジンルームかっこいいからダメですよね。あ、確かに確かに重要ですね、はい、レバンテのトロフェオとか、はい、めちゃくちゃかっこいいんですエンジンルーム、はい、であのギャップまた、はい、外装からの、うん、これはあんまり外装からのギャップはないですけど、ね、エンジンルームめちゃめちゃかっこいいなっていう、はい、そしてスペック的なところでいくと馬力が510馬力、はい、トルクが 66キロ、はいはい、だからもう車は軽いんですよね。1600キロくらいしかないん で、ね、はい、本当にパンチのある走りをすると、はい、ちょっとこれは乗ってみたいと思います、うん、いやしかしこれ後ろにめちゃめちゃ積んでありますね、うん、だって本当になんか全部その中心というか
に 集結してるじゃないですか。だってフロントのだって車軸ここっすよ、はい、でここフレームも通ってますけど、はい、その後ろにだって こんなに差があるんです。こんなにあるんですよ。もうまさにフロントミッドシップっすよね。そうこれかっこいいですね、やっぱり何回見ても、うん、やっぱりこういうとこ見るとね、その作り方の本気度というか、確かに分かりますよね、うん、あともう一点小島さんおっしゃってたのは、うん、バッテリーが普通の車とちょっと違うんですか、うん、どうですかメカニックさん、これ見て分かりますか。ちょっと見たことない感じです。あんまり書いてあります、うん、書いてある。あーなるほど、ミニではあの積んでる車はないです。ないですね、はいはい、ちょっとお高いバッテリーが入ってます、リチウムイオンの、はい、でこれが長寿命の代わりに少しランニングコストがかかるということで、まあ、ランニングコストがかかるというか、ランニングコストがかかるというか交換の費用が高い。そうですね、だから長寿命なんですけどやっぱり交換費用がちょっと高いんで、ここはかなりちょっとポイントだと思います、ね、なるほど、はい、で今回の車が6年経過してるってことなんで、はいはいはい、まあ、乗られる期間によってはそうですね、まあ、そろそろというか1回交換が必要になるかなっていう、うん、例えばね今後5年乗ります、5年間じゃフリーで行けますかっていうとそれはちょっと難しくなってくるので、まあ、その時のバッテリーの費用っていうのがね、ちょっと今高いですけど、もしかしたらもっとこういうので高性能で安くいバッテリーが出てくれればいいんですけどね。なるほど、今はちょっとじゃあ僕のお小遣いでなんていう金額ではちょっとないですよね。でも本当に100万円とか200万円とかそういう話ではないですよ、ね、いやハイブリッドとかそういうのじゃないんで、だって普通のバッテリーの倍とか倍とか、うん、3倍とかそのぐらいのイメージ、イメージですね、はい、なのでまあちょっとその辺も考えて、うん、あの検討していただけると。でもこれ結構スポーツカー積んでるの多いんだよね。 BM の M3 とか M4 とかもそうなんで。え、もうリチウムになってるんですか。そうですよ。あ、そうなんですか。そうじゃあ割とこう定番になりつつ、だからスポーツカーは結構定番になってたりするんで、意外に S クラスも積んでるのあったりするんですよ。あ、聞いたことあります、はいはい、だから今後やっぱりここでね、どうなんでしょうね。開発が作らなくなってこのまま値段がずっと一緒かっていうわけでもない気がするんですよね。ある程度やっぱり高品質で安いものが出てくるんじゃないか。パイが増えれば自動的にその単価も下がる可能性がありますから。あとはもう一点はその上げちゃいけないというか、なるべく上げないように。絶対上げちゃダメです。だこの辺の趣味性の強い車だと、はい、やっぱり乗らない方なんかも多いんで、はい、まあ、バッテリーメンテナーは必須かなという、はい、だからやっぱりあのつなげてもらってね、やってもらうとか、やっぱり頻繁にエンジンをかけていただいた方がいいですね、はい、あ、それも確かにリチウム専用のやつじゃないとダメなんで、ね、ダメですね、リチウム専用のやつがあるんで、はいはい、ちょっとその辺も要ご相談いただければ。そうですね、まあ、うちも GT ね初めてってわけじゃないので、はい、そこら辺ご相談いただければ。なるほど、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ。これですよ、これ小島さん撮ってください。これ僕が言いたいのはこれです。はいこれをあの、うん、ぜひエッジョン1にしてほしいっていう、はい、ふざけんなって、ね、確かにでもこう見ると、うん、リップないのだいぶ寂しいですね。
そうそう、だからこれがベースですからね、うん、寂しいと思います。確かに全然フロント前違いますね、はい、ちょっと待ってください。よいしょ。いやこのサイドシルまたぐのが、うん、よいしょって感じですね、うん、やっぱこういうスポーツカーなんで、はい、なんすか小島さんのスポーツカー論があるんですか。いや論、僕の論じゃないですよ。なんすか、やっぱり気合いが入る車ですよ。やっぱりちょっとこうでも儀式的なもの必要ですよね。わ、うんうん、かりますわかります。必要です。あ、ちゃんとシートベルトも引いてくれる感じで、うん、これシートベルトもこの色ってやっぱりテンション上がりません。確かに、うん、でまず音がふざけてません、うん、あでもこれスポーツにして最初ちょっとちっちゃくしましょうか。にしてもじゃないですか、この音ね、はい、はい、これで車検通んのかよって感じですね。本当っすよね。そうそうそう、しかもドロドロがなんか一番あれじゃないですか、うん、C63 なんかより全然全然全然もっとドロドロしてますよね。ドロドロしてる。さっきの510馬力っていうのをこの音で出すのかって感じですよ。確かに、うん、本当にドロドロしてる。ドロドロしてる。もう本当にマッスルカーじゃないですか、うん、ですね、後ろはカメラがないと見えません。見えませんあれこんなんでしたっけ前長っ。でも、ま、多分これ乗られてこのシステム乗られる方いらっしゃるんですけど、はい、ダメポイントは、はい、結構バックカメラ弱いんですよ。弱いってどういうことですか。システム的に壊れやすいってことですか。そう、あ、そうなんですか。壊れやすいんじゃないんですけど、はい、何回かこう GT に限らず、はい、この年式のこのシステムってどうなっちゃう。映んなくなっちゃう。映んなくなっちゃう。じゃあカメラ自体があれなんですかね。そうです。僕なん、まあ、このシステムって多分、まあ、おかげさまで多分何十台 100台近く販売させてもらってますけど、はい、まあ、その中にしたらパーセント低いですけど、はい、たまにあるな。たまにカメラ、それカメラ交換になるんですか。カメラ交換です。へえ。でもそんなにとんでもない、いやいやいや、結構な金額になるんですか。結構な金額になります。うわ前長っ。こんな長かったでしたっけ、うん、でも乗った感じは、あでもステアリングもちょっとしっとり重め、うん、ねっとりした感じですね、うん、ペダルは全体的に少しこう外にオフセットしてる気がします、うん、こんな感じでしたっけ。やべえ、前からも後ろからもなんか鼓動を感じますドドドドドドドっていう。もうでも前回忘れちゃいましたね。ちょっと前回の動画見直して全然違うことでしたら、いやいや、もう前回っていうか、はい、今感じてる、ツッチが感じてる今をちょっと伝えてもらえれば、ね、はい、はい、いろんなのしていただいたんで、はい、だってレベルアップしてるわけじゃないですか。そうです、ね、前よりか。うわすげーみなぎるトルク感、うん、こんなんでしたっけ。いやいや、もうこんなの、こんなんでしたっけ、もう出していいです今日は、はい、GT こんなんだで、ね、もうすごいこう湧き上がるトルク感、ゴワーっていう。そしてですね、足は結構硬いですねこれ、うん、常にこう路面の細かい入力を拾ってる感じです、うん、だから快適かって言ったら快適ではないです、うん、ただ全然全然許容範囲です。で助手席レビューからすると、うん、まさにその通りですね。快適ではないですけど、全然嫌な硬さじゃないですよ、うん、まあ、運転を楽しむっていう、うん、とこかなっていう。でこれでだってコンフォートですもんね、うん、いやとにかくトルク感すごい。これブレーキもめっちゃ効く。車軽いですから、からですかね、うん、そうですね。そしてもうこのドロドロだったらもうアイドリングストップしなくていいんですけど、うん、うわ本当になんかマッスルカーっすね。マッスルカーでしょうか。これはちょっと一回所有してみたいな。ブワーってちょっと新東名とかまっすぐなとこぶっ飛ばしてみたいですね、うん、やっぱりその、はい、本当にスポーツカーってイメージじゃないと乗れないですね。ああそうですね。そのラグジュアリーカーで GT 乗ってんだって感じじゃないですね。じゃないですね。うわすげえ本当にパワーが、
多分スポーツでもマフラーはコンフォートですよ、はい、そうですね、そんなにうるさくなりすぎてないです、ね、うん、でスポーツプラスにすると、はい、これ全開ですか、はい、いきます、全開です、これ車検通るんですよね、ノーマルだから、でもそのぐらい車検本当に通るんですかっていうレベルですね、うん、やっぱり足回り S です、スポーツにとやっぱ硬いですね、硬いですね、うん、そしてエンブレがきつめにかかってる気がします、うん、これ両極端ですね、すげえっすね、うん、改めて乗ったら、うん、でもこれ900万だったら良くないですか、いやだいぶいいっすよ、だからだいぶいいとこまで降りてきてくれましたよ、だからスポーツカーとしてですよ、スポーツカーとして900万円でこのスポーツカーを手にできるっていうんだったら900万円代価、確かにまだ2万キロですしね、うん、いい時代になったな、あとちょっとステップアップローン最終月をいくらにするかっていう、うん、金額次第ではこれを変えちゃうんじゃないかなっていう、本気で考えてますよこれ、ボンドチャンネルは、はい、ツッチ車買う企画をみんななんか俺に車買わせるとしてるんですけど、いやもう毎回あの、はい、後で通達してきますね、はい、あのボンドチャンネル出演者の人に、本当ですか、必ずツッチ買う、買わせてくれって言ってんですか、そう、買うことを言う、みんなで言霊のようにいやでもなんか最近こうちょっと残価次第とか買えるんだなっていうのが、うん、あの分かってきたんで、だいぶ現実味が老いてきました、うん、ただこれでかすぎてうちの駐車場止めらんないっす、本当に止めるのはいいですけどドアが開けられないっす、だ2ドアだから割とこう横、そうね、余裕がないと駐車場はねやっぱりちょっと気にしてもらわないためですね、でまずこのサイドシールが分厚いから、うん、結構開けないと、うん、足が外に出せないじゃないですか、うんうん、そこはありますね、でちょっと狭い駐車場の方だとダメですね、うん、いやここで結構その都内とかのマンションの駐車場で横が結構ね、はい、あるじゃないですか、タワーとか、はい、タワーまで行かないですけど、はい、3台奥に入ったりとか4台バーって並んでるとこ、はい、ちょっともしかしたら不便かもしれないですね、だって多分これ駐車もちょっと大変、はい、ミラーどうですか、見方ミラーちょっと癖ありますよね、ちょっとサイズ感というか距離感がつかみにくい、つかみづらいですよね、ポルシェなんかもやっぱりまっすぐ下がってるようでまっすぐ下がってなかったりするじゃないですか、でもそれにちょっと近い感覚がありますよね、確かに確かに、ちょっとリアフェンダーの形状が特殊すぎてま、うんうん、っすぐ下がるのは難しいですね、うん、いや この車に駐車言うなよって言われたらそれまでですけど、一応ねポイントとしてこれはちょっと非現実が楽しめますね、うん、だからやっぱりスポーツカーって非現実を感じないとダメじゃないですか、ね、非日常ですねやっぱり、はい、これでもこの音作ってる感じしなくないですか、しないですね、うん、いや本当にアメ車に近い、うんうん、そんなにアメ車も乗ったことあるわけじゃないですけど、うん、ってやっぱり V8 の音ですよね、そうですね、うん、多分どうでしょうね、めっちゃいい音してる、 V8 の中でも 1,2 を争うサウンドの大きさじゃないですか、らしい、しかもこれが4リッターですからね、うん、思えないですよね、でもやっぱりその前向きって言ったかもしれないですけど、うん、ボディサイズとかその吸気と排気と、まあ、マフラーが短い方が音が出るじゃないですか、あ、例えばこれと、うん、C6 さんで比べても音全然違いますよね、まあまあ確かに排気の長さ全然違いますかね、うん、微妙なあと味付けとか違うんですかね、取り回しとかここら辺のさ、こういうところの確かに形状とかも、形状とかもやっぱり、うん、なんか新しいね C クラスが出たり S クラスになったりってなんかもう全部ねのべーっとこう電子になっちゃったりするじゃないですか、見劣りしないですね全然、うん、ただこの辺とか掃除しづらそうだなっていうのありますけど、そうだね、でも普通に考えたらこのここにモニターを置いてるんですよ、確かにタブレット置いてるみたいですよね、そうですよね、デザイン的にすごいなと思いますよこれも、でもシート的にどうですか、長距離に乗れそうですか、まあどうなんすかね、ちょっと乗ってみたいのありますけど、うん、でも割
割とこうテンション高く乗る車だなっていう気がします、うん、淡々とこう流すというよりかは、うん、だからその腰痛持ちの方は、はい、必ず一回乗った方がいいですね。あ、そうですね、はい、結構あのクッション硬いんで、うん、ちょっとその姿勢を強いられますよね。その強いられた姿勢が苦痛じゃなければいいですけど、強いられた姿勢が苦痛だと、はい、もうそれどうにもしようがないになっちゃうんで、はいはい、まあ、座るのはいつでもできるんで、はい、ちょっと座ってみるっていうのは確かに重要ですね。あとは最終は、まあ、はい、試乗してみるっていうのは確かに確かに、ね、これはちょっと本当に感じる車ですね、はい、いや、ありがとうございます、はい、いいですか、ツッチー車を買う、はい、ツッチー車を買うシリーズで、はい、お見積もりを取らせていただきました。お願いいたします。今回僕のわがままシミュレーションからいいですか。はい、月々5万円で乗れないかなっていう、それは無理ですね。さすがに無理です。それはさすがにあの、まあ、できなくないですよ、はい、できなくないですけど無謀ですね。しばらくしたらちょっと、まあ、頭抱えちゃう感じで、これからどうなるか分かんないじゃないですか。車がどういう風な値段が流れになっていくか分かんないですけど、確かに先代モデルもないし、はいはい、そうなんですよね。だから今後どういう値段の動き方をするのかが分からない、うん、分からない。いや、月5万で行くのはかなり賭けだと思います、うん、その賭けはあまりおすすめはしないですね。なるほど、はい、でも一応、はい、通常のお見積もりで行くと、はい、こちらですね、はい、まあ、大体、まあ、おすすめってことですか。いやいや、あの通常です。通常で行くと、はい、まあ、残が、まあ、1000万、はい、だとして月々が179,200円。あ、全部払う見積もりですね。そうです、はい、60回で、はいはい、60回で全部払い終わろうとすると、はい、月々17万円払わない、はい、17万円払わない、ほぼ18万円ですね。17万9,000円、はいはい、無理です、はい、で、まあ、じゃあこれ5年後どうなんの、下取りで、はい、そこなんですよね、っていうところ、はい、そこが分からないんですけど、はい、仮にこのクラスで、はい、やっぱりものなんていうのか、同じグレードがないじゃないですか、はい、じゃあ同じスポーツカーでどこと合わせればいいかなって考えた時に、まあ、フェラーリとかランボとはちょっと違うじゃないですか。次何かなと思ったら、まあ、アウディかなと、まあ、R8 が一応その年式的にもちょっとそのぐらい年式のものも出てて、スポーツカーでっていうところで考えると、だいたい今2013年14年落ちてる場合でも5、600万が入ってるんですよね、はい、でなれば5、600いくんじゃねえかなというところでこの見積もりが出します。最終支払い600万円ぐらいですか。最終支払い600万円だとしたら月々8万5千円です、はい、あ、来た、8万5千円。いや、8万ですか。8万5千ですよ。8万5千円って、だいぶだいぶ半分以下ですからね、はい、確かに8万5千円で MGDT に乗れると。ちなみにこれ頭金なしですよね。なしです、はい、で頭金例えば100万円入れます、はい、例えば900万円します、はい、というのと1000万で組むのと5年間で金利が20万ぐらい違います。あ、そんな違うんですか。違います。いや、それは違うと思う人もいますし、はい、その100万円を、はい、もう商売されてる方はそうじゃないですか。100万円あれば20万円稼げるかもしれないです、はい、5年間。あ、確かに確かに確かに、そうですね。でその5年間はその100万円でこうお金を生んでもらえれば20万円は別に今取っておけばいいかもしれません。小島さんの予想的には5年600万円だったら硬いんじゃないかな。硬い、そうそう、うん、なるほど。ちなみにこれ距離はどのぐらいとかって制限ありますか。できれば、うん、年5000キロぐらいですか。年5000は無理でしょうね。5万キロ超えたらきついんじゃないですか。で3000キロで351万5000円で3万5000キロ、はい、まあまあそこら辺じゃないですか、うん、まあでもそんなに距離乗る車じゃないですからね。まあね、うん、通勤で使うとか、通勤で使うんだったらもうこの通勤使うんだったらもうこれはもうちょっと成り立たないんで、はい、もうもっと抑えて抑えなきゃいけないし、はい、やっぱ通勤使ったら例えばタイヤ代だったりするんだし、はいはい、まあまあそうですね。そういったいろんなコストもかかってくるんで、なかなかやっぱそこはね、考えないといけない。趣味の車ですから、ああそういう乗り方払い方も悪くないんじゃないかな、はい、うん、仮に例えばじゃあ趣味の車で趣味のことにいくらかけてますか、はい、って考えて、あ、まあゴルフ2回行きます3回行きますって考えて、はい、じゃあ1回2回減らそうかなっていうのもそうですし、確かに、まあ、ちょっとね時期が時期すぎます。ちょっと飲み行く費用で1回いくらかかる、
じゃあちょっと一回飲み行くのこっちに回そうかなっていうところの感覚だと思うんですよね。なるほど、はい、サラリーマンにはきついっす結論、まあ、1000万の車ですからね。やっぱり1000万円のハードル高いっすね。やっぱりちょっとね。そうっすね、うん、やっぱりちょっとそこら辺はちょっとハードル高いっすね。高いかもしれないです、ね、ただ小島さん最初におっしゃったように、うん、やっぱりこう一回落ち着いてるんで、うん、だいぶ現実味ありますね、うん、だ今5年でやってますけど、もしかしたらもっと距離が乗らないよって僕はっていうんであれば、もしかしたらそれ6年の6万600万にしたりするとちょっとまた月々が変わってくるじゃないですか。だそこはあくまでももったいわからないし、でもやっぱり AMG GT 乗りたいぞ、うん、やっぱりこの車憧れてるぞっていう方であれば僕はそれは全然あれだと思います、うん、確かにだいぶ現実的な現実的だと思います。だって冷静に考えると、これ前オーナー様は5年で1000万円ちょっと払ってるわけじゃないですか。そうそうそう、前のまあまあそうね、新車からするとね、まあ、そうですよね、新車2000万円が今900万円かかるってことはもう5年で1000万円払ったってことじゃないですか、うんうんうん、それから考えるとだいぶ確かに。だからここだから一番僕もその車のなんて勘違いしちゃいけないっていうか、まあなかなか思っていただけないところがあるっていうのは、得はやっぱしないと思ってもらった方がいいんですよ。それごく稀ですよ。稀ですよ。だからそれがやっぱりそのなんていうんですかね、なんかこう情報的に先立ってしまって得するっていう感じになっちゃうかもしれませんけど、まあ、そういうことってやっぱりなかなかないじゃないですか。なるほど、はい、それはやっぱりまあ一例として持っていただいて、やっぱりこの車でこのパフォーマンスのこの時間をこの金額で買えるということで持ってもらえれば、決して高くじゃないんじゃないかなと思います。だいぶ参考になるんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はメルセデス AMG GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。